こんばんは。こんばんは。少しだけ配信するね。少し。少し。来てくれてありがとう。明日までにならない、やらないといけない配信撮る場合来てしまう。今日はね、今日は30分以内で絶対終わるから、あの安心してみてください。12時までに終わると。メイクいい感じ、嬉しい。おはようメールもありがとう。ありがとう、メール取ってくれて嬉しい。カンさんありがとう。リフレイン結婚してありがとう。無理。ロキチさんテイカーありがとう。アルフォート結婚して無理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 。ちょっと考えるね。ちょっと考えるね。ありがとう。こんばんは。とお話し会受け付け中。もう23時23分なの。知らなかったよ。今日は前髪をアイロンしてないんですよ。だけど朝、あれ受付中じゃないのかな。受付中じゃないのに受付中って帰ったらめっちゃ気まずい。すいません。待って、やっぱ前髪がおかしい。おかしい。お話が受付中じゃなかったらすいません。受付中ではない。いやー、じゃあテロップは消します。ありがとう、教えてくれて。受付してない。受付してない。受付してない。消去。あ、そうです、愛媛のね、出させていただきます。告知しようと思ってたんだけど、私、こんばんは。いや、なんでも受け付けるほどのこと、追加枠があってですね、そちらを来てくださると嬉しいですね。リチャさん、かわいい、ありがとう。嬉しい。佐々木千里さん、ありがとう。クッキー、浜谷五五さん、ありがとう。大ちゃん、ありがとう。新井さん、結婚してありがとう。無理、ありがとう。ヤーピーさん、ありがとう。コウモリ、すぐ結婚してありがとう。無理。何かわいい、ありがとう、ありがとう。そう、手遊びやりますね。見て、めっちゃ久しぶりに飲んだ。めっちゃ久しぶりに飲んだ三ツ矢サイダー。
シュワシュワ。白飛び缶ヒッカーテン出すから。確かに炭酸飲めるんよね。全然飲める、炭酸は好きよ。このすいません、お話し会受付中じゃなかったので、また会いに来てくれると嬉しい。ほわにかわいい、嬉しい。そう、愛媛文化祭出させていただきます。ぜひぜひ会いに来てください。2日連続愛媛ですね。連泊かな私は。こんばんは。起きたらちょうど配信始まって、さち、一緒に起きれて偉い。そう、なんかさ、毎日連続配信だから、ちょっとでもできるからやろうって思って。三ツ矢最大広報室担当の方、広報担当の方見てますか。とても美味しいです。キクシャン、かわいい、ありがとう。かわいいかわいい。マークさん結婚してありがとう。無理。安部さん、バラありがとう。たくさんバラ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 。浜谷55さん、クッキーありがとうございます。安部さん結婚してありがとう。無理。かわいいもありがとう。たくさんありがとう。くんさんありがとう。すーくんありがとう。さんいちさんありがとう。みやびさん、かわいいありがとう。かわさんありがとう。ありがとうございます。昨日で毎日配信ちょうど2週間だったの。そう、ゆうなんやってますね。広島愛媛近いといえば近い、近いかな。どうなんだろう。そのさ、私たちが今から行こうと、愛南町がすごい高知の辺じゃなかったですか。爽やか？またタイミングが合えばそろそろ話しに行ってもいいかもと思ってる。タイミングが合えば来てください。来てくれるのめちゃくちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。愛南ちゃんほぼ凍ってたね。今日の目つき好き。嬉しい。いつもとなんか明かりとかも違うからか。38% か。ギリいける？ギリいけますか？これすぎる。ありがとう。いつもとメイクが違う。確かにいつもよりちょっと濃いかも。いつもよりちょっと濃いかも。そう、充電器のコンセントがギリギリ届かないところでめちゃくちゃきつい体勢でしてたんですよ。めちゃくちゃ強い。最近すっぴんで配信してるからかな。愛媛県県民文化総合文化祭出演おめでとう。頑張って、ありがとうございます。ありがとう。 残り 20% になったらね、 20% です。出るから配信が止まっちゃう。ヒロさん結婚して、ありがとう。無理。ありがとう。無理です。ブブ。ヨシ君結婚してありがとう。無理です。ありがとう。無理。ありがとう。
寝てしまって起きたら、え、今始まったばっかりよ。なんかテロップ書かないのもったいないからなんか書いちゃうかな。眼差しが可愛い、ありがとう。なんかさ、チークめっちゃ塗ってるのにさ、この部屋がオレンジだからさ、チークが目立たないよ。6日6日愛南祭り出演予定だったから5日も出演すると思って予定組んでました。お、おめが鋭いですねちなみに私はずっと前から知ってたんですよ。だからさ、配信でさ、ポロッとさ、2日間連続で愛媛県なんですよとかポロッと言っちゃいそうで、でもね、ずっと前から知ってたんだけど、そう、告知されたのは今日だったので。お目が鋭いですね、それは。それは誰かいる、誰かいるよ誰かいるよ。一人でこの物音はやばいですよ一人でこの物音はやばいよ。泣いてる。あ、青さんバラありがとうございます。ヤンシゲキさん結婚して、ありがとう。無理、ありがとう。無理。ユニバースさんありがとう。安幸さんありがとう。だるまさんありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。鼻歌歌ってる。こんばんは。今日のお洋服めっちゃ可愛くて紹介していいですか？でもこれさ、後ろが可愛いよ。後ろがね、セーラー襟になってるんやけどさ、見えるかな。え、そうそう、え、まだまだ半袖だよ。今日も半袖だよ。これ後ろにさ後ろに書いてるのに見えない。半袖助かります。今日も言うな、半袖だよ。これセーフみたい、セーラーエリーになってるよ。セーラーカラーって可愛いよね。やっぱり似合ってて、似合ってて素敵。嬉しい、ありがとうございます。そう、ここがさ、ここが広いの好き。こんな感じです。これミーヤミーヤってところの服なんですけど、え、あ、見えるかも。あ、ここに書いてある、このね、このロゴが可愛いね。これがこうやってなってるそう、これ裏表裏どっちでも着れるようになってて、この服みんなメンバーみんな褒めてくれるから嬉しい。え、岡山県は日本の学生服の 85% を生産してる。え、岡山県すごいやん、岡山県すごいやん、さすが出身地。お、毎日配信14日目、すごい、ありがとう、みんな来てくれて。ミヤミヤ、そう、こういうミヤミヤってところのお洋服、私結構好きよ、ここのお洋服は。あれ、反対も気になってるけど、これがね、こうなってる
そう歌ってる。セスのアイアフグでそれ好きです。え、嬉しい。これ褒めてくれる方がこと多くて、また着ようかな。じゃあここが首がさ、首がだいたい首ってこの辺まで、このちょうどネックレスぐらいまででさ、詰まってる T シャツとかなんだけど、ここがパコって開いてるだけでさ、ちょっと華奢に見えたり綺麗に見えたりするよね。そろそろ長袖がいいよ。いいぐらいだよね。でもな、長袖も今日持ち歩いてたよ。こんばんは。知ってるよ、鼻歌って。知ってるよ、シャロン。知ってるの。知ってるよ。いや、配信するねって言ったから。知ってるよ、知ってるよ。こんばんは。ネックレス入る。これ、こちらのネックレスはパール、なんかいい感じの、いい感じです。七並べのガチャ引いたら浴衣ねえなんて。ありがとう。七並べのガチャ私もめっちゃ引いたわ。七並べガチャめっちゃした。引いててなかなかの猛者だからね。そう、猛者だよ。こんばんは。夜ちょっと肌寒い。でもね、肌寒いぐらいの季節がね、季節とかちょうどよくて、月。え、これワンピースじゃないよ、今ね。これワンピースじゃない。テンションが高いから。テンションが高いから、いいね、いいの。え、かなうと最近会ってないかも。会ってない。最近会ってない。あ、会ったかも。レッスン。してその後に会ったけど、すれ違ったぐらい。ミヤミヤいいよね。分かってる。本当に半袖だけど生地感はすっかり焼き、そうなんや。これめっちゃよくて、なんかスウェット生地なんですけど、そう、めっちゃ半袖って感じじゃなくて、めっちゃいい。お気に入りだよ、お気に入りだよ。岡山の学生服有名よね。誰が歌ってるの？え、みんな知ってると思うよ。誰とは言わないけど、みんな知ってると思う。うん、みんな知ってる。みんな知ってると思うけど、まあ、今夜も喜びの舞。イエーイ。これでもなんか袖感がね、なんか半袖って大体ここじゃん。もうね、ここぐらいまであるからちょうどいい。なんか関節が。こんばんは。え、ブロックされた、かわいそう。なんでなんでなんで、またな、どうしちゃったんだろう。私わかんないや。寒いのでドンキの焼き芋食べた。あ、最高、最高すぎね。それは最高すぎですね。ドンキホーテの焼き芋美味しいって有名だよね。石原ゆなちゃん制服が似合うことで有名。制服着たいよ。制服っぽいね。私服めっちゃ好きなんだよね。制服っぽい私服みたいなのめっちゃ好き。これももうセーラー服やん、ほぼ。ミヤミヤ、ミヤミヤね。ミヤミヤ、ミヤミヤ。
ける 笑うな。何時今？何時何分？あの時計さ、7時32分とか見て。もう嘘つかないの。そう、嘘ついてるの。パックしててさ、唇が開かなくてさ、歯磨き粉全部口についてる。絶対にさ、絶対にパックしながら歯磨きはできないよね。マジか。見て、7時32分ってなったんよ。もう起きなきゃ。やばい、変顔しそうになっちゃった。何時何時？あ、なんだ、あ、ナイス。何時まで？何時まで、何時まで？はい、ごめんなさい。大丈夫そう？そう？だってパック長いもん。パック、パックしてるもんね。パック歯磨きは高度な技術だって。でしょ、私にしかできんよ。そう、私にしかできんよって言った。それ僕の布団。あ、でも気にしない。僕とか言ったらね。何？ダメなんだよ。何？私。僕って言ったら何？悪いの？ダメ？あ、だるいです。すごい。ね。だるいです。今日のアイスの食べ方の話。やめてください。やめてやめて。僕こえ、今日ハーゲンダッツを食べたよね。うん、ハーゲンダッツを食べました。今日ハーゲンダッツの期間限定のめっちゃ美味しかった、あれなんだっけ、抹茶ブラウニー。そう、抹茶ブラウニーとグリーンティー。うん、グリーンティーです。抹茶ブラウニーめっちゃ美味しかった。ハーゲンダッツちょっと背伸びをしてハーゲンダッチュ。それ何のパック？わかりませんでした。わかりませんでした。あ、ハム。そう、リッチでした。一生かなうちゃんしのからし大根の結婚してありがとう無理。ありがとう。安部さん結婚してありがとう無理。上満ちゃん結婚してありがとう無理。やすべさん、かわいもありがとう。ハートもたくさんありがとう。マックさん、にゃーありがとう。サインさん、ありがとう。モチーさん、ガッチさん、トマトポさん、コーヒーさん、ワールさん、ナスノさん、アオアオさん、ありがとうございます。でもみんな知ってるよ。そう。え？俺は砕いてっていう。新発売な、え、そう、それと迷ったんやけどハーゲンダッツを食べるっていうので、私もハーゲンダッツを食べました。え、これさ、今喋ってるの誰かバレてんの？まだ誰もあ、誰もコメント来てない。ならいいよ。でもなんか本気で当ててくださいって言ったら当てられそう。え、当たらんやろ。え、できんよの言い方でわかるみたいなコメントあったよ。でも何、なんかできんよっていうコメント。うそ、めっちゃそんなわかる。めっちゃ引いたん、めっちゃ引いたんってコメントわかる。ういうい、いける。リアチュじゃないよ。はい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 。姫野は違うんですね。そう、姫野は違う。絶対当たらんに。ん？絶対当たらんに。誰も。靴壊れた人だよね。誰？誰？その人誰だろう。だってだって誰だろう、その人。オンピーさん、ありがとうございます。クッキー、うん、ちょっとこのコメント読めない。スタンディングヒタン。姫野は姫野は違うって言ってるじゃん。
ひなは違う、全然違う。ひなはひなはな、もうちょっと似てる。ひなひなのモノマネ選手権何ですか。そうですよ。モンモン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 モンモン。モンモン。トゥ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 。四国の海は。え、それ踊ったんよ。海の色してるか。なんで踊れるん？なんで？なんで？なんで踊れるん？なんで踊れるん？え、なんか絵の具をまず描けばいいのか。あんた登る。なんで？なんで？すごい、四国じゃないのに四国の海の色を知っているか踊れてる。何でもないよね。そう、何でもないけど。何でもない。素晴らしい。誕生日タワーどうだかな、なんだ、何のことだ、配信の最後で教えて、だって。シャーなしので、なんで踊れるん？瀬戸内ツアー？もしかして。そう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 、そういう。あと夢をガラス瓶に入れて。え、全部四国やん。振り流せばかな。え、だから四国入りたかった。そうなん。いつかはちゃんと自分の音に変えるように、波は少しずつ運んで、海に鳴らすばかなかな。ねえ、たいぶたよさとか。やば、入れるやん。遠いあの頃の純粋な気持ち、もう忘れちゃった。波を何度寄せて返すのか。指を持て数えるの長さを知る。すごい、何か手に入れるのに。ちゃちゃちゃ。すごい、完璧な、完璧に四国の曲を踊れる方ですね。ゆなん、今日の髪型は巻いてるよ。巻いてるけどもうちょっと取っちゃった。何かの手に入れるのに。え、なんかここ楽しいよね。何かの手に入れるのに、ちゃんちゃんちゃんのところ、あそこ好き、あそこ大好き。つっくん、あげありがとう。すごい、美容系。にゃんこぶたさんありがとう。マックさんありがとう。お疲れライスさん、アルフォートありがとう。お疲れライスさん結婚してありがとう。無理。オーツアットンさんありがとう。なんですか。何もやってない。楽しそうで何より。もうめっちゃ楽しいですよ、もうほんまに。さっきのハーゲンダッツの食べ方食べ方がすごく面白かった。硬くて、ハーゲンダッツが硬いんだけど、棒アイスみたいに、そう、棒アイスみたいに食べるのがね、すごい食べやすかった。ハーゲンダッツ結構カエル化かも。だ、カエル化しないよ、カエル化しないよ。ユーナンにとって同期とは、え、なんか深いな。急にめちゃくちゃ重そうなコメント。泣くよ。
ゆなにとって同期とはですか。また後日また後日楽しいこと同士だと寝れないとかない。だってどうですかこの質問に対しては。ゆうなは基本寝てない寝てないですか。まあそれはあるかも。でも寝てるイメージない。寝てるよん寝てるよん。ネックレスかわいい、嬉しい、ありがとう。枕投げ、え絶対楽しいじゃん。これ縦にしたら。アニマと。すいません、やっぱり充電が足りなくて20% で止まっちゃった。やっぱりそう 20% 来た。やっぱり 20% 来た。お話し会で聞きます。お、それはじゃあ それで聞いてください。お話し会であなただけに教えちゃうよん。東さんありがとうございます。そう、充電ね、最初からさガラス瓶踊ろうよ。じゃあ歌って やがて必ず届くこと、海流はしていたんだ。ちゃん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 ちゃらちゃん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 チャンチャラランドランド。今日もエナが一番かわいい。優しい。早起きだったから眠く、え、もうやばいほど眠いってわけじゃないかも。あ、ブルー、あと台湾さんありがとうございます。じゃあもう少しで、本当だ、あともう少ししたら番組なんで終わりたいと思います。よしくんありがとうございます。なんかさ、でもさ、起きるときさ、なんか3時間とかだけしか寝れないんでさ、起きるよりさ、もうなんだろう、もはや起きてた方がさ、眠くないこととかない？なんか3時間とか1時間とか2時間だけ少しだけ寝て起きたらさ、めっちゃ眠いけど、お、もうもはやずっと起きてたらずっと起きてた方が眠くない。寝るのも体力使うんだ。そう、まあ夕方とか眠くなってくるけど、そう、朝起きるのしんどくないの、起きてた方が。明日も頑張ってね、ありがとう。みんなも頑張ってね。ゆいたんのモノマネして。え、ゆいたんのモノマネはできない。ゆいたんのモノマネ、ゆいたん、
ゆうなんで、ん？ゆうなんならできるっていう感じです。涼しくな、え、涼しいの助かるよね。たけしさん愛してる、ありがとう、ありがとう、ナイツさんありがとう、マックさんありがとう。みんな それよく言うよね、みんなそれ言うよね。自分はちょっとでもね、あ、でも寝た方がまあ絶対にいいよね。あ、もうじゃあ13位から単純で終わります。13位ヨシ君ありがとうございます。12位マックさんありがとうございます。11位サンイチさんありがとうございます。10位オノピーさんありがとうございます。9位ヒロさんありがとうございます。8位ナスノさんありがとうございます。7位一生かなうちゃん推しのからし大根さんありがとうございます。6位リフレイン、あれーめっちゃ変わっちゃった6位オーツアットンさんありがとうございます。5位リチャさんありがとうございます。4位キクちゃんありがとうございます。まだまだよ。3位ヨシくんありがとうございます。2位アルフォートありがとうございます。1位はヤスベイさんありがとうございます。ありがとうございます。13位オノピーさん、12位ヒロさん、11位ナスノさん、ありがとう。はい、ありがとう、こちらこそありがとう。寝れるときのときや、みんなもそうやで、寝れるときのときや。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。